我らが蒔いた種が芽を出す時が近づきつつある。アキバリオンを倒すという任務はお前には荷が重いのか。アキバリオンアテナの素顔を見ました。正体さえ知ってしまえば倒す方法はいくらでもあります。信じてよいのだな。はい、今度こそアキバリオンを倒してみせます。ねえ、今日のランチ美味しかったね。ちょっと高かったけど、あの味ならしょうがないかな。ねえ、また行こうよ、あの店。そうだね、うん、じゃあ今度は新しくできた駅前のパスタ屋さん。あー、いいね、私あれ行きたかったの。あの、一つ聞いていい？何？マキちゃんの夢って何？え？ルームシェアしてる響さんはイラストレーター、的場さんはアイドルを目指してるんですよね。うん、じゃあ、まきちゃんは何の夢なのかなと。私の夢か。私ね、自分のお店を持つのが夢なの。そのために小さい頃から貯金してきた。それがもうすぐ実現しそうなの。それで、もしよかったらなんだけど、一緒にお店やってくれませんか？ダメですか？ダメじゃないけど、ちょっと考えさせて。分かった。結果がどっちにしろ決まったらちゃんと言ってね。夢か。大丈夫、マリエちゃんは絶対に私が守るから。Thank you.
ここに。アキちゃん、アキちゃん、守れない。しょうがない。チェンジ、アキバリオン。天狼戦士アキバリオン、アテナ。喜んでくれるのはいいんだけど、今はそういう状況じゃないと思うのよね。まずマリエちゃんを逃がさないと。しっかり捕まってて。マリエちゃん、逃げて。マキちゃんは？私はここで敵を食い止めるから。そんなの、いや、一緒にマキちゃんも逃げよう。ダメ、マリエちゃんだけ逃げて。私も残る。足手まといなの。ごめん、でも今のは本音。もしマリエちゃんが人質に取られたら私は戦えない。だから逃げて。これで心置きなく戦えるわ。
残りの二人の正体教えてもらえないかしら。警察じゃダメ。キバリオンはあと2人。でもどうやって連絡すれば。もしかして もしもし響萌さんですか。さあ言いなさい。やるもんか。大した精神力ね。いいわ。どこまで耐えれるか試してみる。言わないつもり。お前たち、もう少し遊んであげなさい。やはりお二人ともアキバリオンなんですね。お願いです、マキちゃんを早く助けてください。マリアさん、落ち着いてください。もう一度何があったのか話してください。
からマリエさんを連れてはいけません。マキは絶対に私たちが助けるから。マリエさんは安全なところで避難していてください。私にもアキバリオンの力があれば。よく私たちに連絡してくれたわ。あんたも私たちの仲間よ。さあ、マキがどこにいるか教えて。世界人は弱いって相場が決まっているのに、こいつら強い。なってきた。萌え、ルカ、あとは頼むね。マリーちゃん、さよ。お前たち、まだやってたのか。しょうがないわね。いてください。マキ、死ぬんじゃないよ。大した精神力だ。できればお前のようなものを部下に持ちたいものだ。絶対にごめんだわ。アキバリオン・アテナ、お前は何のために戦っている？みんなを守るためよ。そのみんなとやらはお前がここまで苦しみながら守る価値のある奴らなのか？何が言いたいの？電脳世界に接する人間によりこの世界は歪んだ感情に侵され始めた。我々はこの世界が狂ってしまう前に
人間界をコントロールしなければならないと考えた。それだけではない。我々が企てているのはコンピューターを通して人間の思考をコントロールすることだ。何が言いたいの？楽を知った人間はコンピューターに脳の代わりをさせ始めた。それで妖精怪人を生み出して暴力で人間界をコントロールしようとしているのね。そうだ。思考能力の弱くなった人間はコンピューターに依存し、あらゆる角度から影響を受け、電脳の力に支配されやすい体質の人間、つまり我々の意のままに動く人形が増えていくということだ。そんなことさせないわ。何がおかしい？これから何をされるか分からずに強がっているお前が滑稽だからだ。何ですって？お前にはこの私が特別に直接電脳の力を注ぎ込んでやろう。お前はどんな電脳怪人になるのかな。強化スーツがお前の体を守っているのか。我がしもべになっていればこれ以上苦しい思いをせずに済んだものも、哀れなやつトロル。分かっております。さーて、どうやって殺してやろうか。